いつもの蓮毛橋の河川敷でモンベルのテントを建てました。バイクと車で来て、登山のテント、普通のキャンプ用のテントと比べると心細いっすね。まあ、こんなもんなんだろうな。山のあれ、なんだかんだ言ってちゃんとできたね。逆にこっちの方が居住スペースが広いのかな。出入り口も広そうに見える。大きくなればその分重くなっちゃうってこと。よしよしだって。いや、いい感じ。こう晴れてしまえばそれなりになるんですね。それなりになる。まあいいんじゃないですか。買ってきたコーヒー飲んで。早くもう捨てていい。見晴らし台まで来た。休まねえのかよ、本当かよ。いやこれね、今ザコロ見たことあるから素通りってかわいそうじゃない。血だらけですよね。血だらけだろじゃないか。確かにこの橋たどりながら歩くとなんか物をなくすってやつですね。あ、そうなの。で、由来の通りがあった。へえ。ここじゃなかったっけ。あ、ルサさんだとこれほらあの。水入れんの？入れんの？ポカリスエット濃いって言うもんね。薄めた方がいいっていう。薄めた方がいい。さっき食うんですよね。さっき食うんですよね。3人。この間数えたんだよ。何段だった？寝転がって下から取らないと。ああ、いいよ。まあまあ、だってこれ、削ぎ落とせば。どうぞ、西川さん。ね、取っとこ。誰がこの？取っとこ。お尻とあの。本当だ。これお初にお目にかかりますね。お初にお目にかかる。うん、こっち初ですよね。あそこにもなんか。どっちこれ右に降りてっていいのかな？どうなんだろう。あの人まっすぐ行ったけど。あそこ。演技派だわマジで。演技派だよあの人。逆にその演技疲れんじゃないですか。本当に頑張れとか言っちゃって。その演技こそ疲れんじゃないですか。最後まで頑張れ。終了です。山っぷ止めて。